堕落の扉は広い、なぜなら悪しき感情は多く大抵の人は悪の道を進むからです救いの扉は狭いなぜならそこを通ろうとする者には自分自身の悪しき傾向に打ち勝ち数少ない者が受け入れることのできる事柄を感受するための自分自身に対する多大な努力が 強いらられるからですそれが多くのものは呼ばれるが選ばれるものは少ないという「禁厳の補足」です。スピリティズムによる「福音第8章5解説「ここで悪」という言葉で示していることとは犯罪のような法的にも処罰されるようなことに限らず神の法に反するあらゆる行動のことです。 道徳的にまだ未完成な私たちはちょっと油断すると悪に走ってしまいます。他人の悪口を言ったり誰かに対する復讐心を抱くことも悪なのです。あらゆる行動において善が導いてくれるようにすることは難しいことです。しかしその狭き扉から入ろうとする努力が。 私たちには必要なのです。